一時資料を発見した嬉しさから書いてあることを全部ぶち込んだ結果クッソテンポが悪くなったわ。わかる。ってことでこの動画は気軽にやっていきます。本日のコースは次のようになります。いつからここは高級フレンチになったんだ。では早速前菜から、まずゆっくりガチル川の戦いについて調べようと考えた理由としては、英語版域に第11装甲師団が42年12月に敵戦車118両を撃破したという記述への興味からである。これについて調べている最中、ある文章に出会った、オーダーアウトオブカオス。戦後米軍が仮想敵国であるソ連に対抗するため、国防軍の将校から多数の証言を引き出したことは有名だが、この文章もその際に作成されたもので、チル川の戦いにおける第11装甲師団の役割を一時資料及び当事者からの証言からまとめたものである。当事者って、師団長ヘルマン・バルク少将及び第1参謀フォン・メレンケン大佐。第336歩兵師団、第7空軍野戦師団、その他大勢ガン無視じゃねえか。もちろんその問題もあるが、そもそもゆっくりは当事者の証言というものを一切信用していない。命令で習った。第一に人間の記憶はそこまで信用できるものでもないし、そもそも本人の立場によって内容もコロコロ変わる。ただ逆に言うと資料的価値は低いが、本人の意思が多分に反映されているため、それを知るには十分役立つ。でこんなのはどうでもいいので、戦いの経緯から。詳細な経緯は最初の動画で述べているので、ここでは簡単に見ていく。42年11月、ソ連軍の反攻により第6軍がスターリングラードで包囲され、これを救出すべく冬の嵐作戦が計画され、2個軍を新たに編成し、2つの鎖でもって戦友の元へ向かう手はずであった。ただ十分な兵力が得られなかったため、チル川流域のドイツ軍は陽動に努め、ホト軍の侵攻を援護することになる。さて次は両軍の戦力についてだが、枢軸側は背景がそれなので、それを見てくれ。舐めとんか。はい、ちゃんとしたやつです。ちなみにこちらが令和最新版、特に戦闘弾関連は最初の動画はカスで、こっちが絶対的に正しいです。なぜあっちはカスになってしまったのか。どっちかというと、この動画作るために第48装甲軍団、ホリット軍、第6軍の戦争日誌を見てたら勝手に充実した感じ。最初から見ろ。何千ページあると思ってんだよ。では次にソ連軍だが、時々いつもロシア語で悪勤してくる隣の国防省が嫌がるので、一時資料は無理ぽ。まったく可愛くねえ。ということでソ連軍の編成はわかりません。いかがでしたでしょうか。殺すぞアッカス。仕方ないので第48装甲軍団が盗み聞きと捕虜をフルボッコにして引き出したものを置いておきます。一番上が第5戦車軍、真ん中が軍団、その下に師団と旅団がいっぱい、そして一番下が軍予備。ドイツ軍名称で合計して歩兵師団が12、騎兵師団が6、歩兵旅団が1、自動車化旅団が3、戦車旅団が7。ただソ連軍の充足は45年までクソなので、実戦力はこれの6から7割ほど。それでもドイツ側がちゃんとした師団が2つしかないことを考えると、ソ連軍の方が多いのは言うまでもない。あれ1個少なくない？4個大体しかねえ師団は師団じゃねえよ。空軍野戦師団お前のことだぞ。ちなみにこれら3つの師団は後方から送られてきたので、充足はほぼ 100% と考えていい。と思ったけど、15日時点での第336歩兵師団の各大隊の兵力がえぐいくらい低いので違うかもしれん。どっちだよ。12日時点の第11装甲師団の充足もいいとは言えないので、まともなのは空軍野戦師団だけかも。それすら怪しくなってきた。12月6日時点、チル川沿いのドイツ軍はチリジリで小集団がなんとか戦線を維持している状態であり、ソ連軍はすでに橋頭保の確保に成功。第48装甲軍団の目的はこの橋頭保の除去、及びスターリングラード方面への進軍であった。ここからは戦闘の経過だが、すでに各動画で詳しくやってるので、ここでは要点だけに絞る。あいつもの雑戦図使わないんだ。あれ雑な上式境界しか見てないから正確じゃねえ。この戦いは主に4段階に分割することができ、まず最初の2日間におけるソ連軍の強行。そしてその次に行われたドイツ軍の反撃。ソ連軍の新たな橋頭保の形成。カミチルスカヤの疾患と突破の阻止である。第1戦車軍団による戦線突破は別動画でも述べた通り、ソ連軍は大量の戦車で第7空軍野戦師団戦線を突破し、ドイツ軍後方を脅かした。しかし彼らはその利点を生かさず、突破できていない歩兵師団への攻撃に固執し、その間に装甲師団主力が到着し、翌朝までに攻撃位置に着いた戦車隊により殲滅された。
この始末は明らかに両軍の質の差によるものであり、ソ連軍は作戦に固執しているのに対し、ドイツ軍は訓令戦術を採用しているため現場将校は自由に行動できた。これが最も顕著に現れたのは7日における司令部の位置注意の行動、そしてバルク中将による第48装甲師団への意見不信である。そして戦術においてはドイツ軍の機動防御は見事に成功しており、これがソ連軍を殲滅できた最大の要因である。第336歩兵師団の戦線が防御に適した起伏に富んだ地形であるのに対し、その西側はなだらかで戦車の移動に向いている上、制空権をドイツ側が握っていたこともありまさしくお手本のような機動防御であった。ただこの地形が反撃時にはドイツ軍に牙を剥き、ソ連軍共闘砲除去できず、第48装甲軍団のスターリングラードへの道のりが閉ざされた。11日、この日ソ連軍は戦線を両翼で突破、ここでもドイツ軍は機動防御を行う。リジンスキーでは陥落した翌日に戦車を突っ込ませ奪還、下カリネブスキーでは敵の進撃を止めることに成功した。ただこの辺りを機にドイツ軍の息切れが見えてくる、圧倒的戦力不足から軍団はスロイキノの放棄を検討。これが実行されてもなお戦力は不足していた。そもそもソ連軍はその軍量から代わる代わるで攻撃を行うことができたが、ドイツ側は同じ部隊で防衛していた。彼らは凍傷に悩まされながら少なくとも1週間以上休みもなく戦い続けていた。師団が派遣される前から防衛に従事していたゼレ戦闘団の疲労は著しく、ゼレ大佐は疲労から戦闘団のこれ以上の戦闘継続は絶望的と報告、また本人も負傷している始末。しかしドイツ側の予備兵力は等に尽きており、というか第11装甲師団と第336歩兵師団自体が予備であったためどうすることもできず、14日以降も同じような戦闘が続く。19日、再度大軍で突破したソ連軍をまたもや第11装甲師団が機動防御で撃破、進軍するソ連戦車をその後方から追撃し無傷でほふったという。突破しても毎度毎度殲滅されてんじゃんソ連軍。ここでもソ連軍の戦術の拙さが現れている。まずソ連軍は戦車と歩兵が共に攻撃を行うが、ドイツ軍は使えうる全ての手段でこれを分離しにかかる。そして歩兵と分断された戦車をフルボッコにするが、ソ連戦車はたとえ歩兵と分断されても進撃を止めず、そのまま格好なカモになった。そんなこと言ってもドイツ側の対戦車砲も多かったんだろ。15日時点で第336歩兵師団はドアノッカー含めて29門しか持ってない。そして 8.8 センチ高射砲もあったがこれも4門だけ。頭おかしなるわ。というか戦車攻撃に対し砲撃で対抗しているくらいだから察せ。めったに直撃しないし対して脅威でもないような。直撃したらこれだし歩兵が吹き飛ばされた後離隊でも切れようものなら手榴弾と火炎瓶で武装したドイツ兵が退去して押し寄せてくるぞ。ミンチよりひでや。ではここからはおそらく皆が最も気になる両軍の損害について、ソ連側はあれがあれなのでお察しください。ではまずドイツ側から、第11装甲師団とアダム集団の戦車保有数を見てみると、全車が12月1日時点の保有数は2号18両、3号62両、4号8両、式戦車が3両。5日時点で後車の保有数が3号4両、4号6両であった。これが22日時点で3号25両、4号3両、式戦車2両になっている。は。面倒なのがね1日時点での数は保有数、5日のアダム集団と22日の第11装甲師団の数は稼働数なので単純比較できない。比べられる数だせよ。あるけど一番早くて9日のものなので最初の2日間の数字がわかんないっぴ。とりあえず置いとく。それでも結構減ってるな、43両か。これがまた面倒なことに2号の扱いがなんとも。記録は師団内でのものと装甲軍団に報告するものがあるが、前車では2号が記録され後車では記録されていない。多分戦車扱いされてねえ。知って。なのでその分を差し引いて31両、あくまでも稼働数なので修理中のものを含めると喪失数はもう少し少ない。そして喪失理由も戦闘以外に路面凍結や他部隊への譲渡もあるので撃破されたのは20両ちょいくらいかな。へえ。次に人的損失だが、これを見てくれ。なんか知らん部隊混じってるんだが。ブルグシタラー集団は第48装甲軍団の南でドン川沿岸の防衛をしていた部隊。17日に第48装甲軍団指揮下に入った、ぶっちゃけチルカワの戦いとは関係ない。なんなら12月後半に指揮下から離れるし。へぇ。合計すると将官153名、下士官船59名、兵卒4664名。この値はおそらく19日までの死傷、
行方不明者を示し、合計5876名。で、第11装甲師団は、ちなみに装備の損失はこんな感じ、軽銃の分類は推測だが、合計して軽榴弾砲5門、重榴弾砲8門、散砲2門、迫撃砲4門、対戦車砲53門、8.8 センチ高射砲7門。で、第11装甲師団は、うっせぇな今出すわ。第11装甲師団の人的損失は毎日記録されており、8日から22日まで合計して、戦死140名、負傷748名、行方不明137名である。ゼレ大佐の名前もここにあったのでゼレ戦闘団の損失が入っているかもしれないし入ってないかもしれない。また日ごとに記録があるので激しい戦闘が行われた日が明らかである。目立って被害が大きかったのが共闘歩兵の攻撃が行われた9日と10日。そして大戦車戦が行われた19日と20日である。ここまでの値をすべて合計して、チルカワの戦いでドイツ側が出した損失は、死傷者、行方不明者6901名、戦車約30両である。ソ連軍の損害は、第48装甲軍団主張によると、戦車298両、自走砲21両、装甲車4両、対戦車砲69門、迫撃砲35門、野砲8門、機関銃122丁、6から700人の捕虜である。ほんまか、それな。これとは別に第336歩兵師団も12月31日までの戦果を報告している。捕虜212名、戦死441名、亡命兵16名、戦車撃破数93両。ここからはおそらく露覚した品々、対戦車砲10門、銃器19丁、計器39丁、対戦車銃12丁、迫撃砲15門、トラック3両、バイク5台。まあ露覚品と捕虜はともかく撃破した戦車数は5人が相当含まれていると考えた方がいい。特に第79集団農場と19日の戦いにおける撃破数は当事者の証言が事実だと信じられているせいでアホみたいな数になっている。ただ第11装甲師団の報告ではいくつか種類が判別されている例があるので、これはある程度信憑性があると断定しここで数を出しておく。まず7日と8日のもの、カーベイ1 3両、T3414両、T60 13両。誰かさんは53両とか言ってなかったか、知るか。ところでこの書類上に保有戦車数を書く欄があるが何も書いてないんだよね。全部消えたんだろ。なるほど理解。そして9日に T344 両、カーベイ1 2両。15日に T34、カーベイ1それぞれ1両。あれ急に一次大戦にタイムスリップした。マークなんちゃらはレンドリースされたマチルダ。多分マーク2が40ミリ砲、3が76ミリ砲装備型。で、19日の戦火はマチルダ40両、T346 両、不明が2両。21日にマチルダ7両。不明を省いて合計して91両ってところかな。それと他部隊の戦火を加味して大体150両、空軍の戦火や行軍中の損失を含めて多めに見積もって200両程度。戦車の損失数だけならばドイツ側の4から6倍ほど。さて両軍の損害が出たところでこれからわかることを話していこう。まずドイツ側だが第11装甲師団の損害は少なくその分他部隊の損害が多くなっている。特に第7空軍野戦師団に関しては所属部隊が第336歩兵師団の半分ほどしかないのにもかかわらずそれ以上の損害を出している。ヘルマン・バルク少将は空軍野戦師団はゲーリングのおもちゃに過ぎないと酷評していたが、彼らの連動が低かったのは事実ではある。しかし考えてみても欲しい。果たして正規の歩兵部隊といえども50両の戦車。それもカーベイと T34 を多分に含んだ敵に対し2センチ高射機関砲で対抗できるとでも。そして彼らが決して無能ではないことは後の戦闘によって証明されている。大損害を被った第336歩兵師団は空軍野戦師団の各部隊を指揮下に置いたが、彼らは決して戦線の弱点でもなかったし、17日の戦闘では突撃砲塔の援護かとはいえソ連軍の攻撃を独力で撃退している。これらのことから、空軍野戦師団の将兵は熟練した歩兵士官の指揮下においては十分機能し得ると判断できる。飛行機のエンジンいじってたらいきなり銃も出されて前線に送られる整備兵に涙を禁じ得ない。訓練受けてるだけマシ。一方でソ連軍の損害に関しては、人的損害が不明ながらも多くの戦車が撃破されており、性能でドイツ側に勝っていながらこのような結果となったのは戦術した通り攻撃の度に歩兵と分断されているのが理由と考えられる。さて総評に入る前にまず両軍の作戦目標の成否を判断しなければならない。ドイツ側が達成した目標としてはチルカワの陣地維持の成功、
そしてホト軍方面へのソ連軍兵力抽出の阻止。一方でソ連軍共闘砲除去できず、カミチルスカや共闘砲失い種目標であるスターリングラード救援に失敗した。ソ連側はもちろんこれの逆である。運用砲とも種目標を達成できていないな。ということで戦術面を見ることになるが、損害を見れば一目瞭然、ドイツ側の圧勝である。ただ話はそう簡単なものでもなく、戦車200両失ってもソ連側はその攻撃能力を失っておらず、最終的に戦いの消えを決したのは冬の嵐作戦中止とルーマニア第3軍戦線の崩壊。それまでチルカは戦線の維持には成功していたが、これが起こらなかった場合第48装甲軍団があれ以上ソ連軍の攻撃に耐えられる保証はもちろんない。これ以上はタラレバになるので一応この動画では引き分け、またハドイツ側の戦術的勝利とする。わあパチパチ。それではここからは戦いの後のドイツ側の動きを見ていこう。まず第336歩兵士団だが敵弾兵大隊の充足率が全部3割を切っている笑えない状況だったので、ゼレ戦闘団とシュトンプフェルド集団を丸ごと飲み込み、それでも戦力不足だったので空軍野戦士団の大隊を1月になっても指揮下に置いていた。43年1月中は第384歩兵士団と共に地対戦闘しながら交代していたが、やはりそこでの戦闘も楽なものではなく2400名ほどの損害を出している。第7空軍野戦士団だが、損害が大きく共に消耗した第8空軍野戦士団と43年3月に合併し第15空軍野戦士団を組織。だがその師団も壊滅し11月に解散、運命のカラクリか残余は第336歩兵士団に組み込まれた。第11装甲師団の存在も大きく無視できないものであったが、貴重な装甲師団がミスミス後方に送られるわずもなく、師団は補充も受けずにそのまま奪われたタチンスカや飛行場を強襲、これを成功させた。この戦いの功績を称えて、ヘルマン・バルク少将は12月20日に155番目の柏葉付き鉄十字章が授与され、また27日、ニュースで第336歩兵士団と空軍部隊の活躍が報じられた。これ受け第1参謀は配下の兵士に感謝の意を伝えた。この参謀の行いからもわかるように、全てがそうではないのかもしれないが上級将校であっても現場兵士のことをよく心がけており、たびたび司令部からの訓示や感謝の意が多々伝えられた。最後にこれらを提示し、終わりに第336歩兵士団の戦争日誌に記された一文を示してこの動画を終わりにしたいと思う。まずはヘルマン、バルク少将から14日に下された訓示である。戦友諸君、集団農場で数百人のドイツ兵がロシア兵によって惨殺されたボリシビキの残虐行為は、忘れがたい記憶として刻まれている。13日に行われた捕虜の尋問から、次のことが明らかになった。11月19日の会議で、ルーマニア兵を捕虜にすることは許されたがドイツ兵をそうすることは決して許されなかった。これは我々が第79集団農場で目撃したこととあまりにも一致している。それはまたドイツ民族の完全な絶滅を呼びかける英米の報道機関の発表とも細部にわたって一致している。そしてご存知のようにドイツ亡命兵と捕虜を戦後無事祖国に返すというロシアの姑息なプロパガンダと正反対である。戦友諸君、この事実は我々の厳しい戦いの日々が民族の存亡に直結することを改めて示している。もし諸君が数時間でも勇気を失い、弱気になることがあれば常に思い出してほしい。アングロザクソンの憎悪、第157戦車旅団の方針を、第79集団農場のおぞましい光景を、これらは我々の敗北がどのような運命をもたらすかはっきり示している。もっと気合いとした話を期待していたんだけど、この訓示は内容からも兵の士気を上げるために下されたものであるとわかるが、14日というのはドイツ側の反撃が失敗した直後、またホト軍が前進を続けているのに対し第48装甲軍団は損害の割に成果を上げられていなかった。これらの事実を考慮するとこれは単なる訓示というよりも虐殺の事実を用いたある意味の脅しとも取れる。なんかこうもう少しまともなのないか。では次に8日に第336歩兵士団ルヒト少将からのメッセージについて。司令官殿は、ここ数日に部隊が受けた成果に対し、師団に大きな感謝と礼を述べられた。私はこの事実を伝えられることを嬉しく思うとともに、心からの感謝とねぎらいを表する。そうそうこういうのだよこういうの。では次に第48装甲軍団から第11装甲師団が離脱した際に送られた軍団長クノベルスドルフ装甲兵隊将からのメッセージ。装甲軍団はお前担当じゃい、あ、はい、
第11装甲師団は2週間半にわたる所属の後、第48装甲軍団から離れる。最も困難かつ成功した数週間の防衛戦が終了した。第11装甲師団はその卓越した指揮力と作戦によって、成功の主役を務めた。その褒章として、師団長には柏葉付き騎士鉄十字章が授与された。私は、第11装甲師団の総員の功績に感謝するとともに、諸君らへの全面的な賞賛を表したい。師団の今後の健闘と多幸を祈る、総統閣下万歳、民族と祖国万歳。なんか思想強くないっすか。で発議、ここまで見てきた通りこの戦いは12月に行われた、そしてこの月はキリスト教徒にとって最も大事であるクリスマスがある。そのクリスマスを迎えるにあたって、第48装甲軍団からメッセージが送られた。またかよ。兵士諸君、ドイツ民族の自由と存続、そして生存権を求めるための戦いの中で、我々は4度目となるクリスマスを故郷から離れた敵地で祝う。重要な局面における厳しい戦いの中で、我々は愛する祖国のため、敵と戦争の惨禍を遠ざけるため、誇りを持って兵士としての義務を果たしている。我々の故郷は特にクリスマスに感謝の意を持って、勇敢なる兵士諸君を偲ぶ。特に遠く離れた東にいる親愛と忠誠を持つ兵士たちの思いは故郷と共にある。忠誠と敬愛、そして名誉に満ちた我々は我々の総統を仰ぎ、全能の神の祝福を願う。困難都市の中で試された友情は今や故郷にも取って代わるだろう。だからこそ、私は状況が許す限り、第48装甲軍団で戦う全ての兵士諸君に、真のドイツ兵のクリスマスを過ごしてほしい。総統出番多いっすね。では最後に前線の兵士が果たしてどのようなクリスマスを過ごしたのか、第336歩兵士団の戦争日誌の内容をここに示したい。このような状況にふさわしく、将兵たちのクリスマスパーティーは幕僚本部と食堂でささやかに行われた。緊迫した状況にもかかわらず、師団の全員に飲み物、タバコ、お菓子が振る舞われた。また無限に続く氷の大地には、いくつものクリスマスツリーが見られた。